外側のサーモンが設置されたんですけれども、我々の外側のサポーターも 100% できたのかって言ったら、やっぱりまだまだもっともっとできるんじゃないかと、ね、そういうのがやっぱりあの飛び跳ねて声を出して、今みたいな熱い雰囲気をスタジアムの中に持ち込んでいくことが大事だと思いますので、今日ここにいる人たち本当に火を広げていきましょう。日本の目に伝えていきましょう。それで選手の皆さんに力を与えて、今日はそして方々お願いします。盛り上がって、表現して。